アンソニーは、アメリカ海軍の駆逐艦で、フレッチャー級駆逐艦の一隻。艦名は、ウィリアム・アンソニー海兵隊総長にちなむ。愛称は、マッド・アンソニー。アメリカ海軍のフレッチャー級駆逐艦である。同級のテリー、ワズワース、ブレインと共に、第90駆逐隊を編成し、主に、太平洋で活動した。担当した任務は、対地砲撃や、戦乱護衛。 レーダーピケット任務等である。1946年に退役した後、1958年に西ドイツの最初の駆逐艦 Z-1 として収益し、1972年まで活動した。アンソニーはメイン州バスのバス鉄工所で1942年8月17日に寄港、1942年12月20日に浸水、アリス・アンソニー夫人と、 フランスアンソニー夫人、ウィリアム・アンソニー上級総長の孫娘によって命名された。1943年2月26日に、ボストン海軍交渉で就役し、ブリンバンマーテル少佐の指揮下に入った。1943年3月26日、アンソニーは、キューバのグアンタナモワン沖にて、完熟訓練を行い、4月27日に、ボストンへ帰島した。 その後バージニア州のノーフォークへ寄港し、5月10日にハンプトンローズを出港して太平洋へ向かった。パナマ運河通過後の5月31日、アンソニーは太平洋艦隊に加わり、真珠湾に到着した。続いて2ヶ月間の集中訓練が行われた。アンソニーは、戦乱護衛のため8月10日にハワイ海を離れ、パゴパゴとサモアを経由し、 共同党治療ニューヘブリティーズのエファテ島へ向かった。そして8月27日にエファテ島に闘病した。その次の数週間は、さらなる訓練に費やされた。10月末、アンソニーは、ソロモン諸島からブーゲンビルへの輸送部隊の護衛駆逐隊に加わった。11月1日、アンソニーは、エンプレスオーガスタワンの浜辺への海兵隊の上陸前砲撃を担当し、 上陸を支援した。11月3日、フロリダ諸島のパービス湾に寄港した。しかし、ブーゲンビル島を離れる水上部隊の増強のため11月8日に再び、ブーゲンビル島へ向かった。旅重なる空襲にもかかわらず、アンソニーは輸送部隊を護衛し、無傷での陸揚げを成功させた。11月15日に、ツラギ島に寄港し、すぐも兵員輸送船の護衛と、 ソロモン諸島各地への補給を開始した。中断された常職は1944年1月20日にブーゲンビル海峡侵攻の指令により再開された。護衛任務の再開前、アンソニーは同海峡において日本軍の小型艦数隻と遭遇し、砲艦一隻と橋気数隻を撃沈した。二月十五日、アンソニーはグリーン島の上陸地点へ向かう LST 部隊を 護衛した。当初は火力支援任務を行う予定であったが、部隊が浜辺に上陸した際日本軍の抵抗があまりに小さかったためアンソニーが仕事をする必要はなかった。パービスワンで束の間の休息を過ごした後、アンソニーはニューブリテン島のラバウルにある日本軍の本拠地に対する砲撃に参加するため2月23日に出航した。3月中、 ガダルカナルエミラウ艦での輸送の援護を行う前段階として、アンソニーはエミラウ島への進撃を援護した。4月24日、アンソニーは戦艦隊に随伴する任務に配属され、ニューメキシコやアイダホ、ペンシルベニアをオーストラリアまで護衛した。29日にシドニーに到着し半減上陸した。その1週間後の5月6日にパービスベイに戻るため出港した。 急速明けの訓練の後、アンソニーらは6月2日にマリアナへの進撃のため出航した。6月8日、燃料補給のためクエゼリン艦賞に到着し、その後マリアナへ向き西に,に舵を切った。6月14日、アンソニーはサイパンで砲撃を行い、その翌日はサイパンへ上陸する他の船を護衛した。6月16日、グアム島に砲撃した。 その後アンソニーは第1空母部隊第58任務部隊への参加のため分兼された。彼女の任務には空母の護衛と不時着したパイロットの救助が含まれていた。7月8日、アンソニーはグアム島への砲撃の準備を開始し、数日間にわたり対地砲撃を続けた。任務を交代する際はエニウェトク干渉で補給して任務を再開した。 グアム島沖での活動のため7月21日に戻り対戦紹介任務に従事した。8月10日、ハワイに向かうよう指令が下る。8月20日の真珠湾到着前、アンソニーはエニウェトク干渉で停泊した。そこで簡易的なカンドックに入居し、その後マウイ島沖での訓練に参加した。9月15日にウルシい干渉へ向け執行し、10月3日に ウルシー干渉のラグーンに無事に到着した。その後アメリカ本土西岸に戻るため直ちに出港した。10月25日にカリフォルニア州サンフランシスコに到着して間もなく、アンソニーはオーバーホールのためメアアイランド海軍造船所に入居した。12月13日、造船所を出港し1週間の完熟訓練のため、サンディエゴへ向かった。12月20日、 ハワイへ向かう戦団とともに、西海岸を出港し12月30日に、真珠湾に到着した。真珠湾にてアンソニーは来たるべき、洋島侵攻作戦に向けての準備を開始した。攻略部隊に所属するアンソニーらは1945年1月27日に、出港し、エニウェト区間省とグアム島の途上で停泊した。アンソニーには、予備部隊を乗せた。 輸送船の護衛が割り当てられた。3月6日まで行われた沿岸への砲撃や、伊動島への夜間砲撃を指揮し、その後フィリピンに向け出航した。3月13日、アンソニーはサンペドロ湾に闘病し、沖縄振興作戦に向け準備を開始した。3月27日、フィリピン海を出航し、4月1日に沖縄沖に到着した。 ブルシー干渉への航路のためアンソニーは敵だらけの危険な海域に泊まり火力支援や護衛任務そしてレーダーピケット任務を6月末まで行ったその間アンソニーは日本軍の空襲を何度も受け5機の撃墜を報告した5月27日特攻機がアンソニーと両艦のブレインを襲い2機がブレインに衝突したアンソニーはブレインの生存者を 全員救助し、被害を受けた彼女を、ケラマ諸島まで栄光した。6月7日、アンソニー自身も災難にあった。レーダーピケット任務中、再び、日本軍の特攻機の攻撃を受けたのだ。一機の特攻機は、左舷前方に墜落して、アンソニーの船体に大穴を残し、側面の救難策や支柱を25フィートにわたって、奪い去った。 5人の乗組員が海にジャンプしたり投げ出されたりしたが、全員が無事救助された。アンソニーは6月24日まで任務を継続し、その後フィリピンのレーテ島に帰島した。7月13日、アンソニーは福州市と雲州市の間の中国沿岸沖で対戦総会任務を行った。補給のため沖縄に戻った後、7月26日にアンソニーは長古川口沖で、 他の総会活動を開始した。8月1日に沖縄に戻り、その2週間後に日本軍が戦意を喪失するまで活動した。9月7日、アンソニーは日本占領の支援任務のため出港した。アンソニーは長崎と佐世保の沖合で機雷総会を行い、その後9月29日に佐世保に闘病した。11月17日に出港してミッドウェイ島と、 真珠湾に寄港し、最終的にサンディエゴに到着した。それから間もなくして、アンソニーは東海岸に向けて出港し、パナマ運河を経由し、サウスカロライナ州チャールストンに向かった。チャールストンに到着して間もなく、モスボール化のための準備が始まった。1946年4月17日、アンソニーは退役し、予備役に編入された。 第二次世界大戦における活動についての7つの、勲章と沖縄攻略作戦の英雄的行為を称える NUC がアンソニーに授与された。1958年1月17日、アンソニーはドイツ連邦共和国に対応され、西ドイツ海軍の駆逐艦ゼルシュタラーマイナス1となった。1972年4月15日、アメリカへの帰闘と同時に除籍。 1972年7月27日に西ドイツに売却され、共食いの対象とスクラップになった。1976年に解体され、1979年5月16日に潜水艦 U-29 の魚雷の標的として地中海に沈んだ。ありがとうございます。